そこまでだ。何？そこだ。よし。ここまでだ。殿下とエリセを解放してもらおうか。あまりの不敬、見過ごすのはさすがにためらわれるが、おとなしく解放するなら見逃さないでもないぞ。五対三、勝ち目はないよ。少なくとも二人を連れて逃げ切るのは不可能。そのまずは二人を解放してもらえませんか。恐れ入った。トールズ士官学院、まさかここまでの逸材たちを育てていたとは。政治は無用。二人を解放するか、このまま睨み合うかだけだ。言っておくが、二人に傷一つでもつけたら一切の容赦はしないと思え。リンさん、リンさん、分かった、降参だ。少なくとも我々に勝ち目がないことだけは認めよう。それじゃあ、おとなしく解放するんだな。ああ、彼に勝てたらな。やれ。の睡眠薬気絶させただけさ。裏若き乙女に見せるのは少々ためらわれるからな。しまった。また魔獣を。なんだ、ここ。これは。これぞゴーマの笛の力。暗黒時代の帝都のマッスラも従わせるアーティファクトだ。さあ、それでは今度こそ死での旅路へと向かいたまえ。トールズ士官学院7組の諸君、これはさすがに。どうするの？
戦力不明、動きが読めない。みんな気合を入れるぞ。今回の実習で俺たちが得たものを考えたら勝てない相手じゃない。その通りだ。くっ、バルアガキよ、行くがいい。暗黒時代の魔物よ。この愚かで哀れな若者どもに無慈悲なる鉄槌を下すがいい。手強いぞ、気をつけろ。私の番だな。あ、任せて。
炎よ、我が剣に集え。私の番だな。はい。私の番だね。マイ。任せてくれ。変わってくれ。うん、頑張るよ。みんな先に進もう。やったね。よし、100点満点だな。チェックメイトだな。かなり厳しかったけど。死は覚悟のみ、いつ果てても文句はない。だが今回の作戦だけは屍すら残すわけにはいかん。かくなる上は恐れながら玉体を傷つけてもこの辺りが潮時でしょうね。あらあら、すばしっこい子猫ちゃんね。
私好みだわ。さすがはシルフィードか。同志 S、 それに同志 V か。こやつらテロリストの仲間。やれやれ、今回は任せてもらうと言っていたはずだが。だが正直助かったぞ。悪いな、ジーノ旦那。だがここであんたが捕まったらさすがに幸先が悪いからな。無粋とは思ったけど、お邪魔させてもらったわ。同志 C と一緒にね。そういうことだ。仮面。どうし、まさか君まで来るとはな。私の立てた今回の作戦、それほど頼りなく見えたか。いや、ほぼ完璧に見えた。しかし作戦というものは常に不確定の要素が入り込む。そこの七組の諸君のようにな。僕たちのことまで。何者。本作戦の主目的はすでに達した。この上皇族を傷つける不名誉を負う必要はない。そうではないか。その通りだ。返してやりたまえ。エリオット、マキアス、二人を頼む。うん。ああ。さて、これにて双方が歩み寄れたと思うのだが、依存はないかな。七組の諸君。あれに決まってるだろう。恐れ多くも殿下たちをさらえ薬などで眠らせたこと。とても帝国人として許せるものじゃないな。5対6、ちょっと厳しいかな。みんな。なかなか骨のあるガキどもじゃねえか。せっかくだから相手をしてあげてもいいのだけど。まあ、ここは私が出るのが筋というものだろう。刀使いに体験使い、それと操縦権の使い手か。来い、相手をしてやろう。
ただの余興だ。鉄道憲兵隊が来るまでのひととき、その怒りをぶつけてみるがいい。面白い。すごい自信。その武具は暗黒時代の遺物、ダブルセイバーか。食らうがよい。